そのまあいつも言ってることにもなってきますけど、その座組でのそのムードの作り方だったりとか、あとなんかね、それこそこれ小原さんが男だったらめちゃめちゃモテる些細な変化に気づくようなね、ところとか、そういうのもあるし、すごいね、やっぱいろんな全体を見てちゃんといるなという印象がありますので、少し女だった。女でもモテますよ。女でもモテるけど、男だったらイチコロなんだろうなっていう。でも確かに私男だったらアオちゃん落とせると思う。ね、これは小笠さんはちょろいからね。2年ぐらい一緒にいて、もし私が男になって鈴木くんと勝負したとしたら絶対勝てる自信がある。あ、ちょっと筋肉量とか男らしい体型ってのは勝てないよ。あ、でもアオちゃん筋肉好きだから勝てねえ。なんだそれ、なんでそもそも僕が狙ってる前提なのよ。いや、だって勘弁してよ。勘弁してよって今の出現でした。失礼しました。